球目は何ですか。いいろ、ビタビタ。オーケー。インサイド打った。え？村上。やってんだお前。こらこらこら。あかんすよ。こらこらあかんすよ。あかんすよ。そうそう、周辺の結果の原因どうもここです。はい、そんな大先輩がですね、今回の説なんですけども、グランドオープンしましたね、プロスピが。実際の野球ではなんとね、中日は岡林と周平が来ましたからね、もう絶望よもうプロスピで現実逃避するしかない。ここでも爆死しようもんなら俺もメンタル崩壊する。 GG サトラのメンタル俺にくれ。終わったが、これ見て、俺二度とこんな順見せんなよ、この身本塁打数とか載せてたら俺もう手が出てたわ。一つだけホームラン数2桁の球団あったからな。どことは言わんけど。調子が腹立つ。またこいつに金払うんか。よかったな、俺がアマダじゃなくて。お、イチロー老けなさすぎだろ。ちょっと待って、荒木宏彦先生ぐらい年齢パクってるやん。うわ、なんか来た。イチロー、鳥羽イチロー、ピューティーラーボール、ベースヘッドのライトフィールド。あ、でも OB 契約書か。あ、イチロー限定？何これ？イチロー確定ってこと？まあ今回はいきませんよ。そう、今回の目玉はやっぱ新シーズン福袋。今回の追加ポジションはこれね。サイスニード。サイスニード。あ、池田センター？え？もう柳田来たん？牧原？え、ソフトバンクのどのような道こと牧原、今センターやってんの柳田ライトか。俺だけ柳田配布してくれませんか。まあそんなわけで早速ガチやっていこうか。お、松葉新シーズンだ。最初のピックアップは誰かな。松葉いい選手なんだけどね、ちょっと弱くないか、この一番目に出るのは。おー、佐々木朗希来た。作ってくれた、これ70点あれクソ、あれだ、誰が浜辺美波の手作りチョコに70点つけんねん。しかもその内心が作ってくれたことに70点じゃねん。チョコは0点なしだと。あんなウキウキで作ってくれたのに。え、もうか、遊んでんの。あ、しかも開幕中止だからな。大手やからに頼む。先にどんな能力か見ておこうか、対策として。クソ弱体化したらええな。山安もいいの。バーゲンセールだな、マジで。クソ弱体化しとるやないか。え、プロ野球でラピッド時代戻った。でも欲しいな。ビシエド。そらそうよ。まあね、中日唯一は AA なんだから。守備クソ下がってるやんけ、おい。いつまに守備の人じゃなくなったよ、これ。ジジイ取ってんねんぞ、去年。ああ、山賊。あぐー来たね。めっちゃ弱体化しとる。みんな弱体化しとるやん。まあ、残党。こっちはもっと守備範囲狭い。2016クラムとかな。あ、僕、クラモト好きだからね、みんなごめん。好き。守備上手くなったのも知っとるし。今年やるぞ、クラモトと藤浪は。中地。おー、しまもう中地の選手目玉ここ出ないじゃん、これ。あと、木下高いから。オッケーオッケー。大幅強化頼むぜ。うわ、強いよ、これ。え？これ、大田大使とステータス間違えてないか。あ、でも、去年アホだったけどな。天才やん。おー、藤原くんね。8月男。MVP 取ったやん、確か。藤原くんと寝分けるどっちも先に活躍するな。これ意外と柳田じゃないか。わからん。もう今日岸くん、これ知ってる。俺岸くん知らないって言ったけど今覚えてたぞ。ごめんな、西武のセサラとか言って。唯一山本由伸を砕いた男。特殊能力山本由伸欲しいね、これね。山本由伸と対戦の時だけ打撃能力がキッになるっていう。一流選手。あの事件からマジで初めて一流選手になったからな。打球を引っ張ることも覚えてる。地下強いよ、これ。もう大島の上位互換じゃん、これ。肩はちょっと盛りすぎかな、これ。大島と近本の肩はガチよ。あと金本。サードはどの上。さあ、補正まで帰ってくる。金本がやはり投げられません。マル能力は下がったけど十分強いな、これな。これ何見てんの、これ。バット浮いてるし、ミュウツーみたいになってるやん。というわけで、じゃあ早速ガチャを。お、無料ガチャあるやんけ。おお、シェイシェイ、ありがとうございます。運営好き。好き。今回の説はこちら、大島とビシエドが欲しい。検証しますね。検証ってなんないもん。さあ、流れ星がいっぱい降っていって、これでオーケー。調子くん、はいはい、 S 確定ですね。まあ S 確定の方は知ってるんで、まあちょっと特に何の感想も湧きませんけども、まあこの S 確定っていうのは10番目に出るんで、それに期待していこうと。おい、ここも S 確定きた。 S 確定率しか出てないね。まあ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 、わあ、実チーム確定率はなしと。
ただ上で切られた日からデラックスサッカーは普通の調子くんでした。はい、来た来た。今シーズン最初の S ランクは加藤選手ですね。まだ S ランク出るだけでもとても強いし、坂本、今シーズン梅ちゃんじゃないの。あー、なんかバンドガチャですかこれ。おお、フランカーのフォローするなよな、お前。藤原くん。これ今回の S の人たちが B でも出てるんだ。一体何が出るんだろうな、10番目。ここ最後の1! これ柳田じゃないこれ。違う。まあでもメインはこっちと。2回目が S 確定と。最後は自チーム確定と。そこから大島かダイアンビシエド。その日本人2人どっちか引きたいと思います。言うならどっちも引こう、もう。まあ一応 S 確定なんで、確定演出どこどこですわ。はい、確定演出と。まあ一番これ期待したいのは、あの最後にね、調子くんぶっ飛ぶところ、ぶっ飛ぶ演出のところで調子くんがデラックスサチコになるのかっていうのと、バットに当たる、バットに当たらないエゴシか、バットに当たるエゴシか、ちょっとよくわかんないけど。わからん。あー、当たらないエゴシでしたね。一応派遣しました。いってらっしゃいませー。ないか、まあまあ。ここでやエッチのサイトの1人目、おっほー、ヤマか。今後めっちゃ出るかもしれん。なんかこの山川三足かないな、これ。山川って意外と身長ちっちゃいな、あの体型ドワーフみたいになってる。アウトサイドボディ、暴力的な体しやがって。お、上品な持ち方。お箸持つ持つ。おー、なんじゃいのマキー。マキーどうした、首グーになってるやん。かわいい、かわいい。あの、なんかみんな頭めっちゃしやがってこないな。この角度なんか隅田に似てるな。おー、5億年20円。だんだん S ランク近づいてきて、期待していこうじゃないか。 S 確定は誰かな。ビッシュド、頭おかしないこれ。ロッテマンと女ファンなら喜ぶだろうけど、俺女でもロッテ押してもないしじゃん。藤原くん好きだけどね、頭おかしなのよこれ。シーズン22ってあの藤原くんしか出ないやってる。藰原くん確率 70% ぐらいやってないこれ。まあ、ここは S 確定じゃないね、出たらラッキーぐらいの気持ちで見ていこうよ。本当に S 出ないやつがやるかこれ。阪神ファンがあの川藤出さんかいって言った時にな、監督は代打川藤ってマジで宣言してな、阪神ファンがほんまにやったらどうすんねんみたいな。それを感じた今。あ、僕の財布も開幕しましたよ。やってやろうぜ。この調子くん変えてくれちゃった、ストレスがマッハだな。おい、はい、10連福袋、これが3回目ですね。いくぜ、ここでさらに確定ラインいってきます。どうします、ここで、あれ、腰が降ってないな、あれ S が来ない、あれ、ちょっと待って、おおおお、ちょっと待って、 S 確定 S がない、おお、ちょちょ、おかしいおかしい、おお、審判おかしいおかしい、二塁手のよそ見くらいおかしいって、ちょっとちゃんと見てくれよ。おお、3回目だったって。ねえ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 、いや、ここもなし、え、嘘でしょ、え、本当に S 出るこれ。ねえねえねえ、ちょっとあの、すいません、お願いしますよ、だ大誤信やないか、わしは。全然、おー、丸よしひろ。これ、いや、そんなこと言ってるわけじゃないの。これ、なんか新しいか、魔法陣みたいなね。どの上が召喚されてるみたいな。いいね。子が、なんかこの写真だけ、武蔵に行ってるな。武蔵バッ、最後誰が出るかな、今んとこいらない選手はいないと。おー、丸、おいおい、ミュウツー出たね。ありがとうございます。通してた方が行き過ぎて、あの、もうバットすら持ってたらしなくなったこれ。補給クソ下がっとるやんけ。一試合二回ポロポロが効いてるな、あれ。能力で消費項目さえあればな、そこは8抜きもらえるのにな、A の。ここ G チーム確定。これでついに王将とビシエドもらえるんだね。シェイシェイ。ありがとうございます。もう2枚引き ?2 枚引きをしていこうじゃないかというわけですね。はい、調子くんも絶好調。オーケー、この審判ちゃんとしてるね。四季田だな。四季田休止だな。さっきは白井が、白井が休止してたの大変なんだ。おっしゃー、きゃー、G チーム確定。あ、そうか、ちょっと G チーム確定か。4回目だな。失礼いたしました。デラックスサチコ。このデラックスサチコが出たということは、デラックスサチコが出るというね。そういう感じで期待していこう。あ、ちょ、トガメこんな白紙なのに、この後松田に打たれるんだぜ。最後、来い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 。ここでビシュドー、そっちまだ十分やん。あれです。僕満足。僕、満足。さすがに勝率6割いきたいね。グランドオープンまでにはシーズン終了しないでくれ、お願いします。マジここで勝って取り戻すと、今すぐ俺フリーをしてるぞ。さすがに1勝しようぜ。
せっかく iPad にしたんだよさ。ね、少しでも慣れておこうぜ。爆発が大事。おっ、来た、オーケー、よろしくお願いします、ヨースさん。5連勝、ちょっと待ってくれ。俺をいじめないでくれ。うわ、さあか。うわっちかの1日で監督殺されたな、かわいそうに。ダルビー、なんでみんなそんな捉えれる？おかしくない？ここのスラーブ、打てるもんな、打ってみな、これ。あっ。オーチャー、やばすぎでしょ。インコースの畳はさすが。製薬会社勤務なのに、すごいね。さよならホームランを打ち、スポーツニュースでかっこよく編集された落合博満選手。外角高めに通信投げたけど、おっしゃー、落ちげ、ありがとうございます。今山田のハンドトス見た、これ洗い場じゃん、マジでかっこいい。これ惚れるわ。噂って結構強いらしいのかな。ツーシームとスプリットの見分けがつかないね、これな。まあ、俺なら見分けつくから、これでしょ。あ、無理。インコースへの変化球、ストライクです。どっちかわかんねえよ、これ。あ、じゃあ、やっば。おちょ、え？先制のランナー。ちょっとね、世間は許してくれませんよ。これはひどい。これはかわいそすぎる。石につまずいてた、今。楽天か趣味かファイヤーの時なんて言うんだ、これ。中日ならドラゴンボールじゃん。ベースなら、よし、横浜ならベースボールだけど。はい、完璧、OK。さすが。盗塁王、これは DH。ありがとうございます。これ、おし、OK。OK、ありがとうございます。おう、わっち監督、俺ちょっと捉えられてんじゃない？なるほど。来い、おし、おう、うわっほぉー、薬やってんのか、これ。完全噂は攻略したわ。ショータイム。なんでこんなに落ちんの、高めでよ。これ、おし、自己村来たね。坂本も続こうか。やっちゃうな、そんなにそんなんか。ほら、オッケー、ソンフォーかゲラマ、ダメだね。出直していいな。あ、ちょっと待って、高めやめろって、お前それ嫌い、やめて。あ、ちょっと、それ嫌い。戦争とあなたが嫌いです。おい、おーい、その外角はゲロアマ、ありがとうございます。なるほど、そうですよね。おげー、マジバッティング上手くなってるぞ。マジ iPad 打ちやすいわ。なんで iPhone やってたんだろう。わからん、マジよくわからん。こういう時の山田打つぞ、これ打ってコールド。はい、見分けられてる、完璧。これ次あれ来るだろ、あれ、ほら、あれ来た。まあ捉えられるかどうか別なんですけどもね。次何来る。よし、 OK。チソーレーン、よし、気をつけろ、そいつはホームランマシンだ。なので外角、ああああアップだ。助かったぜ。これだから外角にとりあえず逃げと、え、強セラドーン、これはハイパー都合だったね。よし、オッケー、そこが BC だ。お、誰、お、お前も山田哲人使いか、これ。ダルビッシュの前に沈め、山田哲人。イロービタビタ、オーケー。え、村上、何やってんだお前。こらこらこら、あかんすよ。あとボール球だったのね、さっきな。さすが DH 山田哲人ね。オーケー、これ、どうかいく。おっしゃ、今度頼むぞ、村上。オーケー、丁寧に投げた。ありがとうございました。対戦シェイシェイ。はい、あり。次。違うやん、ちょっとびっくりしても、佐々木って書いてあったから、佐々木ロールかと思ったら。佐々木じゃない方の佐々木。最近中杖覚醒してる。なんで佐々木なんだ、これ。オーリーなのに。え、なんか強いんかな。リアタイ向けなの、佐々木ちゃうやつ。ツーシームがエグいとか、寿司持ってるのか知らないけど、ちょっと一回初見で打ってみようかな、見ずに。これ、あ、もう寿司もだったよね。寿司もだったよね。佐々木変化球がいるんだな。ああ、まさか、オッケー。おお、じゃあ佐々木ちゃん帰った方がいいんじゃないか。ランナーを置いています。まあ早いうちから、オッケー。もう調子どんだ、そらしめ、おかしいだろ。これ、パリーグ芝居か。中村悠平、まさか中村悠平、パーリーグだった。これ、うわー、これ一番腹立つホラーやね、チャンスで。
番坂本、あれはやらないでしょ。ホームランが効いてますかね。ここ、おっしょ。そうですね。インコース。ああ。これは一番腹立つ内野フライだね。これやらないでしょ。何にも何にも変わってねえな、お前は。オリファンに吉野ぶつけろこれ。普段卓球団がどんな思いでな、吉野と対戦してるか戦ってるかしてほしい。吉野が投げるときは相手チーム攻撃ないからな。俺の守備のときは吉野の攻撃だから。2球目。あっと。オーケー、正面。ここのスプリットでしまいなきゃ。よし、完璧。打った高い打球、ライトが追いかける。吉野の厳しさを教えようとしたら、俺には吉田がいた。まさかの厳しさを教えられたわ。ちょっと。何を投げてくるか。オーケー、はい、オーケー、はい、オーケー、はい。上辺ビシュッとなしてるのえちょびっくりした早期入りや肩 S これは GG トカダトカダじゃねえ村上が見間違えてた55番だからよ俺のここでどうだけおあげよ気持ちいい素晴らしいほぼ追いかけましたさあ2球目は何かこれオーケーおーマジか今止まねえのか佐々木ちゃん意外と球やるのかなおっしゃースラーブ完璧梅ちゃんちょっと一旦下がってもらおうか戻れ梅ちゃん行け山川猫屋敷といえばこの男はお相手も猫屋敷ならではのキャラクター出てるなキャラクター出ちゃった選手キャラクター出ておお福君が来たどうくれこれおっしゃー完璧何やってんだお前充電しろ定期おしかも捉えられてねえじゃないか今のせいでおぉ、B 調整させろやん。充電とも戦わなきゃいけない、これ。すっごいタイミングだった。おーいおーいまあ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 。上出来上出来。じゃあ、守備交代、大山で。金本ぐらい俺、大山好きだからな。こんな引き裂きは許されますか。ここで、はい。打ちました。オッケーお松井ゴジラーおうねえ。おいおいマーティン来たレッツゴーマーティンヒーローさんあれっすね怖えな肩幅だけ似てるおいちょっと何事もなく大したレッツでした息ぴったりシンクロこれ6割無理だろこれてかそもそもグランドアップでリアタイ変わるかこれ勝手にそう思ってたけどはい来ましたおえお6割いけそうあ待ってこれ打率も4割いけそうじゃんちょっと iPad の下おかげで打率も上がったサンキューなその彼防御率がカスにこれはどの王なんだこれプロトタイプかなツーシーマーかめんどくさあれこれで飛ばねえなら無理よ何を取られたりああストレートそれはありえないイチローのようなセンター前センター前ならいつでも打てますよ見てください盗塁しちゃおうか柳田トリプルスリー見せてくれああ何やってんの前おっぶなこれはもうちょっと大手にやってもらうしかないなこういうツーシーム OK センターマンならいつも出るから誰ついてに勝てるからでしょ相手純粋じゃないかお前なんか恥ずかしいわ俺こんなゴリゴリのオーダーで強い福留やばいってちょっと頼むやめてくださいいじめないでなあ偶然だぞほら OK うわ飛び込んでくれそれちょっと消極的な守備相手の方が打てそうやないかちょっとしかも純正だし俺は相手何が勝ってんだ声のデカさだけ声のデカさグランプリあパウカは LG はじめましてこの見た目で中日はガチよ基本当たりだからないい外国人かどうかはこれで分かるとさあベンチの期待に応えるさあベンチの期待に応えるさあベンチの期待に応えるダメだこれやべえこれはいい外国人外すら見るのやべえよ外角外すら見逃しの外国人はガチ目には目を歯には歯を藤浪には藤浪をスライダーをインローに投げていきましょうかどうよあーやばやめてうんまっ秀則ちゃん画面外から出てきてガッチしたよこんなマスとか見たことないよこれどうあちょっと待ってそれやばいまさかの守備範囲よしおいまたツーシムじゃないのツーシムなら俺見れるからここツーシムじゃないもう打てないよそれはツーシムだけ投げてくれ頼みますからお願いしえ
今日のヒーローは、おぉ、藤波慎太郎。本当ですね。顔が死んだらやないか。どうしたお前。あんなにカラオケ楽しそうだったのに。無敵の若隆軍団。誰で藤波こんな風にしたの、あの男が。これ4割いったんじゃね、これかなり期待大だよ、これ。おぉ、来た、ありがとうございます。ついに来ました。4割で実力見せてやるよ。相手も4割じゃねえかよ。やべ、みんな、これ外したな。これは殴り合いになるぞ。なるやん。おかしいだろ、今。これ、どう、これ、打てないでしょ。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。もう投げる球がない。ここじゃー。打ちました。おかしいでしょ。どうなってんの、こんな球じゃあっちゃいけないんだ。出したら有利すぎるんだ。もうジャミも言ってるわ。今すぐ立て直せ、横浜スタジオが。もっと広くしてくれ。あぶねえ、オーケー、そうか、マルの守備範囲。はいはいはい、ありがとうございました。つらいです。俺も続くぜ。ここだ。おい、オーケー。あ、ちょっと待って、あー。何が iPad なら打ちやすい。ようやく乗ってきたぞ。ここの、おい、決まった。これじゃあ、あの先生に出てもらいましょうか。これ絶対打てないから。見といて。職人技、たった1球でいいわけ。皆さん、何々の残球とか知ってます？森福の11球。江夏の21球。小野の14球。数々の伝説の残した何球って言葉がありますけど、たった1球で仕留めるから見ていてくれ。これは流れくる。これが浅尾の1球。しかも最高の場面の大谷。見といてくれ。オハンティ大谷が見せるから。OK! It's gone! あ。充電が切れましたと。以上、ここまでの人はチャンネル登録、ツイッターのマス、ご視聴ありがとうございました。ツイッターのマス、ツイッターのマスでね。